アリシューザ旧軽巡洋艦は、主に北海で行動することを想定して建造された、イギリス海軍の軽巡洋艦の艦級同系艦8隻。全艦とも1912年9月に発注され、第一次世界大戦に従軍した。本級は、イギリス海軍の1911年に、軽巡洋艦の速力向上を目的に設計され、 1912年度海軍計画において一挙8隻が建造された。本級の特色として、機関を駆逐艦で使用されていたものを採用しており燃料は重油のみとなった。これにより従来の巡洋艦が25ノット台であった、速力が本級では28ノット台の高速を得ることができた。ボイラー数もタウン級の12機から8機へと減少した。 ために全球まで4本煙突であったのが、アリシュー座球は1本減少して3本煙突となり、中央の1本の見たより直径が、やや大きくなった。基本設計は、初期の偵察巡洋艦のそれを引き継いでおり、北海で、駆逐艦隊と共に行動することを考えられていたが、艦減の少ない球体化した、単線主狼型船体を引き続き採用していた。一方で、 全級であるタウン級の後期建て造艦に取り入れられた原則防御を引き継いでおり防御面においては進歩したものになっていた。各艦の建造費用は平均して28万5千ポンドであった。第一次世界大戦中、本級の各艦は21インチ魚雷発射艦1、体の増設や対空火器の強化などの改装を施された。また、アンドオンテッド以外の艦は、 嫌い不接可能とされ、また8隻中5隻は、後部の4インチ連装砲を6インチ単装砲に交換した。そのため、艦内は非常に窮屈なものとなった。1910年代に撮られた、アンドオンテッド1921年に撮られた、オーロラ本級の船体は単線主導型船体を採用していた。艦首は垂直に切り立った艦首から中央部に、 手法のマーク1 2 1 5 2トル速射砲、お棒立てのついた単装砲がで一機司令塔と環境と短脚式の全部マストが立つ。等間隔に並ぶ3本の煙突の原則は関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが片元3組で計6組により運用された。 左右の原則艦板上に副武装の 10.2cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで片元3機ずつ配置されていた。後部艦板上の見張り所を挟み込むように 53.3cm 魚雷発射管が連装で片元1機ずつ計2機配置された。その後方に 15.2cm 手法が後ろ向きに1機が配置された。 戦訓に基づいて1918年に 10.2cm 速射砲6機の内看尾側の2機を撤去し 15.2cm 速射砲1機を追加して3機としたさらに全部マストも頂上部に射撃方位板室を乗せた三脚型となり後部甲板上に簡素な後部マストを追加した1 5 2トル速射砲のイラスト手法は本級から マーク121913年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は重量 45.36kg の砲弾を行角15度で12,344メートルまで届かせられる。この砲を単装砲がで2機を搭載したが1918年に3機となった。砲がの不行能力は行角15度、深く7度で 旋回角度は240度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分5から7発である。左側はオーロラの原速部の10.2センチメートル速射砲。右側の機雷を満載した艦はマークスマン級駆逐艦。 アブディール副武装として、マーク V1913 年型1 0 2トル速射砲を採用した。その性能は、重量1 4 0 6ラムの砲弾を、行角20度で8 7 8 0ルまで届かせられる。この砲を炭装砲がで6機搭載したが1918年に4機となった。砲がの不行能力は、行角20度、深く10度で、 旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分13発である。他に、対空火器として、ビッカース1900年型マーク I4.7 センチメートル速射砲を採用している。 1>, 1 5ラムの砲弾を、行角80度で4570メートルまで到達できた。単素砲がは360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。不行は、行角80度、深く5度で、発射速度は毎分25発だった。これを単素砲賀で1機を搭載した。他に、 手法では手に負えない相手への対抗として 53.3cm 巨雷発射艦を連装に機ずつ装備したが後に1917年に4機8門となった。収益後の1915年に本級は対空火器として 4.7cm 高射砲1機を撤去し代わりに 7.62cm 高格砲を 単装砲がで1機を搭載したが1917年に、さらに1機追加して7.62センチメートル高車砲は2機となった。本級は、ヤーロー式重油根昇水管管8機とパーソンズ式、直結タービンを高速タービン1機と低速タービン1機を1組として2組4、軸推進で最大出力4万 HP、最大速力28.5ノットを発揮した。 なお、アリシューザとアンドオンテッドのミタービンは、ブラウンカーツス式だった。機関配置は、第一次大戦前の、走行巡洋艦と、同じく機関区全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。ガラティア、インコンスタント、フェートン及びロイヤリストの4隻は、ユトランド沖海戦に参加している。ありがとうございます。